それではスタジオには映画評論家町山智弘さんです。改めましてこんにちは。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、そして今日のスペシャルゲスト、映画監督の川崎実さんです。はじめまして。どうも、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。アカデミー賞なんか欲しくないよ。欲しいとか欲しくないとか言う話じゃないでしょう。何万光年ですか、離れてるということで、いやもう長いんですよ、川崎監督とは。そうだね。そう、いつぐらいから。30年前だよね。30年ぐらい前ですね。学生の頃。学生の頃ですよ。何がきっかけでですか。この人がいきなり若大将っていう自主映画を撮って、上映をしてた頃ですね。そうですね。そうです。僕は若大将加山さんなりきって、はい、あ、ご本人が。そう、そう、あの加山さんの若大将シリーズの、はい、まあ、パロディ映画を彼が実質制作してて、その頃からですね。はい、なるほど。その僕、あの、結婚届出すときに、婚姻届出すときに、はい、あの、なんていうの、名前書くじゃないですか、もう一人、はい、あの、第三者の名前、なんていうんですかね。はい、証人、はい、川崎さんなんですか。そんな中なんですか。いやいや、横にいただくんです、たまたま。たまたまね。そう。で、今日停止だから、監督これ押してくれよ。俺にいいのかよ、いいよって。そう。適当なんだよ。そういう人なんですよ。本当適当だよ、そう、長いんで30年ですよ、もう。そう。はい。親友ではないですよ。親友じゃないって言ってますよ。10年ぐらい会ってないもん。会ってないですね。はい。でも何も変わってないですよ、この人。ね、なんかそんな感じする。なんか本当、ちょっともう同じ匂いがプンプンするお二人なんですけど。オタクですよ。オタク。ずっと今効果音がキャッキャキャッキャなのよ。で、どういう映画を撮ってきたかっていうのを説明すると、その、まあ、川崎監督がどういう映画監督かよくわかると思うんですけど、まずですね、はい、川崎監督の簡単なプロフィール、ご本人のホームページから抜粋させていただきますので、まずこちらご紹介します。川崎実監督は1958年東京にお生まれです。明治大学在学中よりも8ミリ映画を制作され、卒業後は CM プロデューサーとなる。が、84年に森田健作の復活プロデューサーを務めたのを機にフリーに。あ、すいません、ここでもう引っかかっちゃうんですけど。監督、すいません、ええ。森田健作復活プロデューサーって一体。あのね、森田さんがね、はい、一時全く売れなくなっちゃって、その時俺がね、ええ、あの森田さんの俺男だっていうね、はい、大好きで、はい、手紙書いたんですよ。はい、本人に、うんうん。本人から手紙して、よし、やろうとか言って。それ森田さんが盛り上がって、あの、タレント復活して、で、参議院になったんですよ。今、千葉ね。千葉知事だから。千葉県知事。森田知事にとっての親切な人ですね。何ですか？そうなんだ。なんか、不透明なお金とか貸してないですよ、知事に。親切な人。本当大好きでね。それがきっかけでね。結局、まあ、ずっと、まあ、映画っていうかね。ああ、そうですか。なるほど、そんな。で、87年の処女作、地球防衛少女、イコちゃん。以後、テレビや映画制作を中心にあらゆるジャンルで活躍されまして、数々の映画を世に送り出しました。日本以外全部沈没は大ヒット。日本一視聴な明るいキャラクターで、ラジオ DJ やライターなどマルチな活動もこなしまして、日本が世界に誇る、どこに出しても恥ずかしい B 級バカ映画の巨匠と呼ばれるまでに。これでいいですかね。どこに出しても恥ずかしい。いいんですよ。これは、鍋屋君がつけてくれたんですよ。あ、そうですか。俺の映画に海外行くじゃないですか。はいはい、映画サイトが招待されて、はい、もうバカ受けなんですよ、とにかく。わー、誰が来ても分かるタイトルだから、まあ、イカレスラーとか。そうそう、だからイカレスラーっていうタイトルの映画を2004年にね、撮ってるんですけど、これどういう話ですか。え、どういう話ですか。イカがレスラーになるんですよ。そうですよね。あの、富士の病にね、なったレスラーが、はい、あの、要するにもう引退寸前になって、はい、それで自分を肉体改造するんですよ。はい、パキスタンのフンザに行って、はい、イカになって帰ってくるっていう、ね。なぜいかんなんだろう。スラッと言えるあらすじゃないんですけど。ホップステップじゃなくてね、ステップがないのよ。まあ、そのいきなりっていうところがやっぱね、僕の持ち味なんで。そう、うん。この人は昔からいきなりっていうのはキーワードなんですよ。とにかく説明はないんですよ。説明はない。だから、コアラ課長って映画なんだけど、コアラ課長、ね。コアラが課長なんですよ。はい。いきなり。会社の課長をコアラがやってる。みんな誰も突っ込まないんですよ。あ、コアラじゃおかしいじゃないかって言わない、うん、で、なぜコアラなんですか。そうす、コアラはね、やっぱ、つぶらえいじ監督がね、はい、あの、特撮の巨匠、はい、つぶらえ監督が好きな動物コアラだったんですよ。それだけの理由なの。それだけの理由なの。いや、思うんですけど、うん、それでコアラと課長をくっつけようってなるのは、どういった発想から来るんですか。やっぱね、あの、カメラ付き携帯とかね、なんかとなんかこう、足すと、
すごい漫画生まれるんですよ。あだから昔ね、あのね、早朝ソープって知ってますか、ね、知りません。いきなり現代だったんですけど。いきなり何の話してんだ、ね、ソープが早朝やることありえなかったんですよ。はいはいはい、昭和時代に。今5時からやってるはずなんだけど。それ、風営法のせいだから、それ。早朝ソープっていうのは大ヒットしたんだよね。風営法のせいだから。早朝って爽やかな響きと、はい、ソープって、いや、昼ですよ。コアラ課長の昼の時間なんだから、それ。ここでね、今分かった。あ町山さんの親友だな。本当ですよね。親友じゃない。親友だよ。もう間違いなく。固くない否定してますからね。固くない否定しますから。自分のさ、映画の素晴らしい作品の生まれたさ、きっかけを言うのにさ、例え話が早朝ソープから。早朝ソープ。いや、それでいいんですよ。いや、あとね、これ何カニゴールキーパーってのはこれ。これね、ワールドカップの時あったでしょ ?2006 年で、はいはい。あの時に、カニをね、はい、ゴールキーパーに入れると、横に動くじゃないですか。はいはい、横にね。だから、絶対強いはずだっていう、ね。これで90分の映画にするの大変じゃない？でもすごい、そのカニをスカウトするのが、藤岡弘さんだから。仮面ライダーの。そうなんですか。もうすぐ熱く。ちょっと。どんな感じで藤岡さん、どんな感じでした？いや、これはね、はい、伏線があってね、はい、一応カニがこう巨大化してね、はい、海にこう、から上がってくるんですよ。はいはい、巨大化カニだから、2メートルになって、はいはい、カニだからバイトするんですよね。はい、カニだからバイトする？どうしてバイトするか人間社会に特権を耐えます。溶け込もうとしてね。はい、バーテンやってるんですよ。バーテンやってんの？バーテンやってるんですよ、バーテンのカニが。だから横に動いてるんじゃないですか。あ、カウンターだと動きやすいし。それ見たら J リーグの監督の藤岡弘が、君はいけるとか言ってた。君、ゴールキーパーやらないかっていう、それだけの映画ですから。普通これさ、5分のコントだから、ね、テレビで。これ90分にするんですか、この人。すごい、まあ、!90 分仕事その内容あるわ。あるんですよ。でも出落ちと言われてるけどね。出落ちなんで。辛いよ、これ。ピエール拓さんとかあったの、この間ね。はいはい。ラジオで。はい、監督の映画全部知ってますけど、一本見たことないですって。タイトルだけでもう分かっちゃうから。最初、ね、見てほしいんだけどね。分かっちゃうから。ねえ。日本以外全部沈没っていうのは、これ日本沈没の、これはよかった。大ヒットしたんですよね。あら。日本沈没ってあったでしょ、はい、草薙くんの GBS で作った対策映画ね、はい。裏で日本以外全部沈没するっていうね、ネタなんですよ。同時公開なの？同時公開。日本沈没と同時公開。で、外国人がね、もう何十億人も日本に全部来ちゃうんですよ。ああ、結果そうなりますね。だ外国人の価値が下がるんですよ。うん、だトム・クルーズがなんか寿司屋とかやってるんですよ。あ、外国人が多すぎて。多すぎて。日本に全世界の人が来ちゃうから。で、これはなんとね、小松左京先生の親友の辻浅香先生の原作ちゃんとあるんですよ。え、日本以外全部沈没。ありますよ。あるんですか、はい、当時。でも短編小説なんで90分にできないよこれ普通。それも10ページだったんで。ねえ。うん、10ページのものを。10ページの小説を90分の映画にしてるから。だいたい90分の映画って言ったら大体ね、文庫でも1冊にね、分厚いじゃないですか。でも映画って、ね、尺なんですよ。はい。尺が問題なんですよ。はい。長さのことです、ね。うん、70分、80分以上とかね。はい。それでみんな苦労してるんですよ。はい、しないよ、普通。普通入らなくて苦労するんだけど、伸ばすために苦労してる人は川崎さんだけだよ、それ。なんかそれ薄める感じの、それちょっと初めて聞きましたけど。だって俺の映画冷凍ショーばっかだからさ、9時からやるでしょ、はい、はい。ただ2時間あったら10時になっちゃうんですけど、11時。はい、ああ。だからもう電車ないんですよ。ああ。短い方がいい。絶対90分以内。そんな見る人のことまで考えていた。電車のことまで考えながら作ってるって。いや、本当ですよ、だから。これ、ズラデカってのは何？ズラデカ、これ。先週、元冬木さんが、はい、来てくれたでしょ、そうです、そうです。これはね、元さんが、刑事なんだけどね。はい、ズラを被ってるんですけど、はい、そのズラを投げて敵を倒すんですよ、ね。はいはいはい、はい、ウルトラセブンってあったじゃないですか。はいはい、アイスラッカーって、はいはい、頭を飛んでね、狂気になってる。あれをズラが狂気という映画ですよ。ズラって当たったら痛くないじゃん。そんな嬉しそうに言われても、そう。ソフトじゃないですか、ズラは。いや、打撃のすごい特殊なズラなんですよ。重いの。当たると痛いわけ。特訓するんですよ。だから当たると痛いんですよ。打撃技だから。ああ。監督、それはやっぱりその、アイスラッガーみたいにしてズラを投げたいっていう、そこだけで始まったんですか？そうなんですよね。そう。元ズラッガーっていう名前つけたんで。元に戻るから。本来の、ハゲてる状態の元さんに戻るから、その攻撃することによって。最初に松山千春とね、あの小路木村さんにオーアーしようとしたんですよ。これさすがに怒られるなと思ってね。元さんが一番いいぞと電話したら、いいですよって。元さん。本当に。堀光一さんとかね、いますけど、堀光一さんとかね、いますけどね。なかなかズラネタやばいんですよ、面白すぎて。そうですね。生放送で、ひょっとして出しちゃいけない名前出た時、ビクッとしました。あ、そうか。この人はまだカミングアウトしてねえんじゃないかな。あ、そうか、あ、そうか、そうか。みんな知ってんのに本人がカミングアウトしてないだけですね。それが一番立場で。あとこれ、川崎さんの、ビデオ映画のシリーズで、飛び出せ全裸学園。全裸女社長万有期。全裸女料理人対裸の女ドラゴンってあるんですけど、これは一体何ですか？これは V シネマだからね。やっぱお色気も撮ったわけですよ。はい。ね。
これはだからテリーとさんの弟子で高橋がなりって言って、はい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 、はい、とんでもない昔にしました。そうそうそう、あの会社作る前に、はい、ちょっとなんかいい企画ないかってテリーさんに言われて、はい、うん、じゃあなんかやりましょうっつって、はい、でも AV じゃないからね、はい、これ AV じゃないんですよ、はい、普通の青春ドラマで主人公の女子高生だけ全裸っていう別にでもそれは明るい青春ものやってんだけどたまたま全裸みたいな、うん、そのまま続いていくんですよ。何の突っ込みどころもなく、お前全裸じゃねえかとか誰も言わないんですか、うん、誰も言わない。むしろ先生が我々のね若いから、はい、こんな人いなかったよと言って、あ、爽やかな話はずっと続いていくんです。そう、別にその全裸自体は何の話にも絡んでこないの。自然性はあるんですよ、一応、はい、一応主人公は女子高生で、はい、そのピッチャーが彼氏なんですよね、はい、でその要するにピッチャーがこう、はい、体にボール受けちゃって、はい、泣けないかね、ピッチャーがね、はい、それでその女子高生に土下座して、はい、俺のために一肌脱いでくれって言うんですよね、はい、女子高生が。したら勘違いして、そう、女子高生が全裸で投げる。一肌脱いでって言われたんで全裸になっちゃう。そのまま甲子園に行くって話なんだよ。ちょっと確かに青春っぽいストーリーでありますけどね。一肌脱いでくれから。爽やかな。ああ、なるほど。そうでしょ。これ見たくなりました？見たい。本当、本当、見たいって言ってる。山ちゃん見たいって言ってる。確かに。俺は絶版なんで、もう。ええー、そうですか。VHS だから無理です、はいはい。いいことですね。はい。いいことですね。いや、それで新作がね、これ新作がすごいんですよ。はい、これ、ダン・ミツさん主演の、ええ、地球防衛未亡人っていう、の新作ですね。やってることないよ、さっきとその、イカとレスラーと、地球防衛で緊張させて、未亡人。未亡人と繋げるっていう。早朝ソープと同じですね。なるほど。出ましたね、何回も言わなくていい。早朝ソープ理論が出ましたね。あ、そう。赤井さん復唱しないんです。あ、赤井さんから早朝ソープって言葉でちょっと、ドキッとするよ、ね。ちょっと燃えてる人はいると思いますけど。はい。あの、これなんでダンミツさんを、まあ、拝見しましたよ。ね、はい、ありました。もう、ダン隊員って言いたいがための、まず監督。起用ですか？起用ですか、これ。違うんですか？これはね、最初ね、俺の 3.11 あったでしょ、はい、はい。俺も社会派の監督だからね。こんな映画、はい、あ、映画のやってる場合じゃないと思ったんですよ。あ、はい、映画を作ってんだけど、はい、やっぱりその、この今の東電とかね、はい、めちゃくちゃじゃないですか。はい、こう笑う飛ばすしかないんじゃないかっていうので、はい、で、怪獣が出てくるんだけど、はい、その怪獣がね、使用済み核燃料を食べるんですよ。食べてます。あ、はいはい。いいことでしょ、うん、ね、はい、それ怪獣がもうでかくなっちゃうっていう、ね、はい、それをどう倒すかっていう、はい、構想を考えたんですよ。はい、だその怪獣いっぱい食うんじゃない核燃料、はい、で、怪獣うんこをね、したくなるじゃないですか、はいはいはい。タイトルは怪獣のうんこっていうタイトルだったんですよね。最初はそれ最初はそれをね、いわゆる今をときめくアイドルたちにオファーしたんですよ。はい、AKB とかそういう人たちに、はい。全部断られたんですよね。はい、あ、まあ、当然でしょうね。そうですね。はい、そうでしょうね。で、ダンミツさんに話したら、ね、あの感じで、喜んでやらせていただきますって。怪獣うんこね。いや、タイトルを変えたんですよ、だから。ああ、怪獣のこと無理に決まってるから。はい、だから地球防衛軍にね、未亡人が入って、はい、敵取るために、はい、あ、旦那の敵取るために。そうそうそう。はい、その怪獣をね、怪獣に旦那を殺されたんですよ。そうですね。断密が。はい、で、敵取るために未亡人が、防衛軍入るっていうね、はい、どうかしてる話に、はい、したんだけど、ね。どうかしてる話で。偉いもんで、ね、でも、ここまでのいろんな説明を受けてるから、どうかしてるっていう免疫できてきたね。ね、ほんとほんと。監督ならこれぐらいするだろうって、この短時間で思いました。確かに、この作品は社会派だって今すごく納得しながら。そうでしょ、どこが社会派やねん。いや、お前さん。どこが社会派やねん。ポリティカルフィクションです。どこがやねん。どこがやねん。ウォーレンビューっていうのは、パラクシビューみたいな映画で。何言ってるの、俺にしか分かんないんで、言わないで。確かに。でも間違ったことをずっと言ってたんですね、今ね。でももう、よく分からないです。大体これ、ダンミツさんが、うん、これ、会場を攻撃しながらもだいてますよね。そうそうそう。この映画。これはだから、はい、要するに、いろんな変態だっていうことで、はい、要するに、夫の仇をね、はい、取ることが命がけだから、はい、で、攻撃するたびにね、はい、感じてしまうっていう。そこがいいわけですね。そこがいいわけです。そこがダンスならではね、はい。この人昔ね、スーパーヒーロー、デン・エースっていうスーパーヒーローを作ったことがあって、ウルトラマンみたいな。はい、で、それのコンセプトが、要するに変身するときって、ウルトラマンとかって必ず約束事あるんですよ。はい、ウルトラアイをつけるとか、メガネみたいなもの。そうそうそう。フラッシュブイもつけるとか、はい、あと誰かのために命を捧げると、変身するとか、必ずあるんですね。はい、変身する約束事が。はい、でとか、そのデン・エースってヒーローは、気持ちよくなると変身するっていう設定なんで、セックスしてると変身しちゃうんですよ。それはないよ。あ、それないな。ビールをね、はい、飲んで親父がこう飲むじゃないですか。はい、で、あーって言うでしょ、はい、それで変身するんですよ。風呂入って、風呂入って、あー、バーって変身して、銭湯が壊れちゃうとか、そういう。身長2000メートル。迷惑な変身の仕方。東京タワー持って戦う。そう。東京タワー武器だから。そう。だから怪獣のところでこう変身して、変身すると2000メートルが怪獣ブッて踏みつけてそれで終わったりとか、そういう、卑怯極まりないヒーローなんですよ。
面白い。そんなことばっかやってるんですよ。面白いですか？面白い。見たいです。いや、このお笑いという目線でも見ちゃうと思う。いや、お笑いが一番偉いからね。最高のコントですよ、ね、全部。確かに。たけしさんも出てるんですよ、俺の映画に。どれですか？ギララの逆襲。たけしさん出てるの？出てるよ。見てないんだよ、よく出てくれたね。よく出てくれたね。見てないな、俺の映画。見てない。ギララの逆襲。ビール滝と同じじゃないか。見てない。東亜湖サミット危機一発。そうそう。これも社会派である。これ社会です。東亜湖サミットやってる時に、はい、あの、ギララっていうね、はい、有名な松竹の怪獣が落ちてくるんですよ。はい、みんな同じじゃないかって。はい、みんな同じですね。で、それをね、救うためにね、たけしさんがね、はい、出てくるんだけど、はい、その、竹魔人っていうね、はい、うん、竹魔人っていうその、日本の神様がいて、はい、それを蘇らせて怪獣と戦わせるっていうね。はい、で、蘇るためには加藤夏樹がね、踊り踊るんですよ。こまねち、こまねちって。で、加藤夏樹ちゃんがこう、こまねち、こまねちって演奏やってて、たけしと怪獣が戦うっていう、この映画でベネチア映画祭に呼ばれたんです、俺。ベネチア映画祭に、うん。なんで知らねえんだよ。ベネチア映画祭これ呼ばれたよ、2008年に。これ呼ばれたってどういうこと？ちょっと来いってやつですよ、これ。ちょっと来い、お前。違う違う違う。お前か、お前。ちょっと来いだろ。いやいや。呼び出しを食らったっていうことで。たけしさんが、あの、アキレスとかめってやったり、はいはい。あの時の、いわゆるミッドナイトブームに俺も招待されて、あの、たけしさんと一緒にレッドカーペット歩いて、こまれんちってやってたんだよ。嘘。すごいことになってるね、なんで知らねえんだよ。すごいことになってるね。どうしたんですけど。いや、僕ね、30年ぐらい、あの、川崎さんの映画見てなくて、久しぶりに30年ぶり見たら、全く変わってないですね。そうでしょ、全く変わってない。全く変わってない。何も成長というものは見られませんでした。はい。いや、いいですよ、本当に。いや、大変なんですよ、作るの、制作は。まあ、大変だと思いますけど。これ、まあ、わかりますけど、はい。それでね、うん、今回ね、実は僕の大好きなね、はい、あの、バンドで、うん、あの、まあ、面影ラッキーホールっていうバンドがあって、前も紹介しました。はい、はい、非常に、あの、危険なバンドなんですが、はい、が、主題歌をね、あの地球防衛未亡人の主題歌を、ね、そうそうそう歌ってるんですよ、はいはい、これ素晴らしかったね、はい、要するにボーカル聞いたらね、はい、やっぱすごいボーカルいいで、うん、バラードがいいんでね、いいんですよ、でちょっとコンセプト伝えてね、はい、これ SF 映画じゃないですか、はい、でこのラッキーオールさんっていうのはオンリーねラブアーツになったんだけど、はい、あのそうバンド名変えたんですよ、はい、うん、であの要するに宇宙の話じゃないこっちの方が、はい、未亡人はさ、はい、ロッキーオールの舞台とほら、なんか新婚へのスナックみたいな世界じゃん、はい。そうですね。そうですね。そっからだから。火星のスナックのような ね。宇宙に行ってくれとちょっと。あ、そう。だからこのね、地球防衛未亡人ってもともとは向島の芸者さんなんですよ。どうなんですか？そうですね。何言ってるか自分でもよくわからないですけど。はい、その向島感をこうすごく出すのが面影ラッキーホール、改め現在オンリーラブハーツで、はい、今回の地球防衛未亡人のテーマちょっと聞いていただけますか、はい、これ1月29日配信開始みたいですよ、はい、愛のキサナドゥ聞いていただけますか、はい、これが愛のキサナドゥ地球防衛未亡人のテーマ、うん、はい、まあ、ギリギリの内容ですね、歌詞的にもね。はい。最初、愛のブラックホールって言ったんですよ。ブラックホールだと脆すぎるから。歌詞掘り下げるとね。はい、いよ、この歌詞は。ね、これ、キサナドゥはやっぱジャガーズの歌から撮ってるんですか？そうそうそう、よくわかったね。ね、ザナドゥじゃなくて、キサナドゥにしたんですよ。ね、そう。またザナドゥと同じものなんですけど、ね、はい。ちなみに、あの、モンゴル帝国の首都の名前です、キサナドゥっていう。はい。そうなんですね。どうでもいいし、豆知識で。もう分かんなくなってきちゃった。わけわかんないです。はい。最新作、地球防衛未亡人は、2月8日から全国で公開されます。公開日当日には、角川シネ新宿で壇蜜さんも登壇する舞台挨拶があると。監督壇さんはいかがでしたか。ああもうね、すごい頭がいいんですよね、もうなんかいつ辞めてもいいみたいな感じでやってますから、うん、だからこの役も受けたんですよ。振り切ってやってますね。ね普通さすごいよ、ちょっとあら SM 映画とかやってたんだけどさ、その後も谷崎潤一とか行くじゃないで、紅白出ててさ、紅白出てて、紅白出てて地球防衛未亡人ないよ ね普通やだよね、ないよねって言って起用したのこの女の子、地球のために行きますっていうのがね、ねまあ、コピーがね、コピーが素晴らしい。大さん言ってくださいよ、コピーを。あ、じゃあ壇蜜さん風にしようか。ですよ、ちょっと待ってください。浮気しちゃいけない。地球のために行きます。行きました行きました、いやもうラジオの向こうではみんな もうもだえてますよ、もう おかずだこれ、ねえ最高です、よかったよかった、はい、おじさん二人いい加減にしてくださいさっきからもう、まあ、森継浩二さんも来ますから、あ元祖諸星ダン、まあ、あすごい、あと俺も来ますんで、はい、当然ぜひ2月8日でございます、はい、町山さんそして、川崎さん、水野監督、今日は本当にありがとうございました、ありがとうございました。